はい、どうもオーメンズイレブンのオーメンです。本日はこちらの9周年特別星5キャラガチャを引いていきます。今回の9周年のキャラガチャに関しては無事コンプしまして、贅沢な話なんですけど引き足りないんですよね。全然ガチャ引き足りなくて大感謝キャラガチャも引いちゃって、残すはこちらのガチャ23回ですかね。まだけね6枚到達してなくてちょっと気持ち悪いんですけど、もうガチャ中毒なんで、ガチャ引きたくて引きたくてしょうがなくて悩んだ午後の10時半ですね。早速引いていきます。 できたらかぶりの方が嬉しいかな。目指せかぶり23連続ですね。新キャラはねいいんですけどね、いいんだけど、スキル覚醒して島掘りとかが島掘り錬磨が楽なるキャラだったらいいかな。あとサポートとかねが当たればいいんですけどね。このインフレの中で今ね過去のキャラ当たってもそんなに、通信中入りますね。通信中入ったら一応見ようか。ってことはただわかんないよね、難しいよね。あ、やっぱかぶりか。ノエルだよね。キャラ名もわかんなくなってきてしまった。では2枚目。お、通信中入りますね。この演出が見れるだけで幸せだよね。通信中入んなかったら飛ばすわ、23連といえども。あー、早速シェリル登場するキャラ全部言えるかな。登場というかこれからキャラで出てくる、これからガチャで出てくるキャラ、シェリル、双剣シェリルか。あれ強くなかったっけ、双剣シェリルって。早速23連の夢が途絶えた。通信中3連続、通信中が見れること自体もね、キャッシュ削除する以外ではすごく嬉しいことですよ。さあ、え、すごっ。お、あー、あれ今喉まで出てたのに、喉まで出てたのにキャラ名が出てこない。サテラ、サテラ、剣士サテラ、剣士サテラ、武器は持ってたかな。通信中入るね。まあ未生児キャラがおそらくね半分はいると思うから、さすがにだね。あー、シャルロット、いいキャラ出てるね。虹のかけらがないから育成が追いつかないかな。今新しいキャラが、未生児キャラが手に入っても、通信中が続きすぎ。おー、雪ムーラ、結構時間かかるな。ポンポン行きたいところだけど通信中入ってくれて見ちゃいますね。ここはスキップできるのか。虹になる瞬間見たくなるよね。え、すごっ、冷ややっこの打天使。持ってなかったか。ルナさん、剣士ルナ、いいとこ出てるね。で、今終わったのがザンなので、続いてダですね。ダは誰だ。もうどんどん引いてきます。やばいやばい、こんなに長くなると思わなかった。6枚で通信中も入っちゃう。誰だ。え、半分くらいは今のところ未生児来てる。またこの時点じゃわからない。またサテラ、サテラコンプしてんじゃない、もしかして。このサテラ結構使ってて楽しそうなサテラじゃなかったっけ。通常だっけ、あれスキルだっけ、ズドンっていう感じの。ん、今通信中入らなかった。ただ通信中消してる可能性もありますからね。ほら、学園勇者ソアラ来たー。どのソアラ、オノソアラ、あ、チャグマ。すげー、未生児キャラ、何体来てるか分かんないや。さらに通信中。やばいね、こんな来る。オノキャラ多いな。刹那来すぎ。あ、通信中入んなかったね。このドキドキ感味わえるのもいいな。ミレイユ、
さらに通信中クルー、前回いつのだ、その時はね凄まじいかぶりを見せてくれたんですけどね。シルビア、え、わかんない、あれキャラ名わかんない、今の合ってるかな俺、そっかシルビアじゃないや、シルビアじゃないよ今、え、あれ似たようなキャラが、さあ、おー出てこねー、この間豚に乗ったこのキャラ出てきたのにキャラ名が出てこない、分かってるのに悔しいわ。さあそしてトツですね、行きましょう、どんどん弓陣持ってるね、すんごくない、すんごい通信中って言おうと思ったら出なかったわ、どうでしょう、おーファナ、これ欲しい方多いんじゃないですか、ファナね入りました、幸せです通信中見れて、いやーまた来た、え人魚姫、はい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 、え リーランリーランね、モチーフ交換しましたね、やりリーラン確か最近ね、どんどん入っていく、半分以上、すごっ、これはねわかりますよ、なんでこんな出てこねえんだね、えカレンね、カレンですよ、言おうと思ってた、あやべごめん飛ばしちゃった、リルテッドじゃないのフェネッカ相方ね、ディーン・カレンのコンビね、今見落としたわ、どうだったか、あーやばいやばい、またまた、霞っぽいけど、あら明星界霞、あの演出じゃないよね、もちろんね、あの演出が良かったけど、だいぶ古いキャラが、明星界霞もね欲しかった、え明星界だよね、そうだよね、さらに入っていく、あの頃欲しかった、ただ火力が、今回手に入ったキャラだとどうなんだろう、スキル覚醒誰が来てて誰がどれぐらいの火力かっていうのがわからないな、ではラスト、魔ですね、魔はサポート系とか持ってないけどいないかな、マキマが欲しい、ただ出ないもんね、通常が強い魔導士が欲しい、トロピカル、おっこれは夏のソフィーね、夏ソフィーぶっ壊れだったよね確かね、水着ソフィーどうなんでしょう現在は、欲しかった、すげえ強かった記憶がある、ソフィー通信中入れなかった、何分ぐらい今喋ってるんだろう、すいませんね思いのほか長くて、またあシャルロットかと思ったら、ファルファラ、ファルファラ入っていく、楽しいわガチャ、やはり夜遅いんでね、あんまりでかい声出せないのが悔やまれますけども、そしてまたやべえ、ね自称のね、自称ダメージのね答え見れますから、知ってますよクラニーね、クラニーですよ、まあれクラニーってマクラニーって結構使われてなかったっけ、おーんフェネッカリニア、あれなんかよく分かんなくなってきちゃった、さあついにラスト1枚、ここまで来たら未所持キャラお願いします、通信中も見せてください、ありがとうございます、最初から虹、誰か当てるわ、リニア来るわ、リニア、あー違う、えレイン、
レイン来ましたね。いやーもうさ、過去の何回も登場してるキャラ、こんな職種もあったっけなっていう風にも思ってしまいますわ。つうわけで何体出た、見てみるか。すごすぎたわ今回、こんな出ると思わなかった。驚き、マジですごかった。星5だもんね。どっから、シェリルから12体、ここだもんね。23連中 12? やば、紙引きだな。今回この中で何体育成するかわからないですけど、これだけカットイン演出見れたのはすごく嬉しかったですね。というわけで動画もだいぶ長くなってきましたので、この辺で終わっておきます。皆様ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。高評価チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。早く次のガチャ引きたい。バイバーイ。